次は、珍しいところで東京のを聞いていただこうと思うんです。東京の三多摩地方から埼玉県、神奈川県、この辺りにかけまして幕末にこの満作踊りって呼ばれるものが大流行するんです。法然満作で秋祭りの余興にこの農民の芸人一座が歌い踊ってみせる芸なんですが、その中でこの手踊りでこの伊勢運動をする、それをお聞きいただこうと思うんですが、でその時に伊勢運動の他にカッポレとかヤッコさんとか一緒にやってて、でこの手のものは後にこう独立して、ハウタの方へ俗曲の方へとこう行くんですが、伊勢運動だけは、そのまままあ何でしょう、格が上に上がらないままおしまいになっちゃうんですが、で今日は東京オリンピックの始まる直前って言いますから昭和39年の4月の8日お釈迦さんの日ですね、東京都南多摩郡多摩村落合、この頃僕が東京自転車で実を集めてた頃は東京だけで12、3村があったんじゃないですかね。今篠原村一つだけになっちゃったですね。で今それがどこに当たるかって言いますと、大きな多摩団地っていうのがあります。あの辺りのその団地の中だと思っていただいたらいいんだと思うんですが、その辺りに住んでらっしゃった小泉力蔵さんという当時62の人、41年前の東京の人の歌です。あごきとじゃごきとじゃ、伊勢はない早いとさえ初でもついつは伊勢でも初さのよいよい終わりさよ花子やいやんで白でも初やこらこらやとこせよいやなはありゃりゃんおやこれはええさこのやれさんのしたまだまだごきとだごきとだいまいのないよいとさえさかどよりこの座を差してさのよいよい今夜七福神が舞い込んで矢ぐるわに並んで大阪森矢ほてにほくろ首しゃもんよそれに続いて次郎神や弁天様の尺にて飲めよ大黒させべす中でない早いとさえ初るかめやんでばいあそばやこらこらやとこせよいやなはありゃりゃんおやこれはえいさいこのやれさんのしかわいいな早いとさえ男と咲いたすいままにさのよいよいおやくさんさまいとがんをかけ
茶だって塩だってごくまでも大屋さん七二十一日の茶断食までもしたなれど、やそれでも添えない縁なれば紙ひもない。よいとさえあほとけもよんであるもはなか、やこらこらやとこせよいやなはは、ありゃりゃんおや、これは一切このやれさんの足。小泉力蔵さん62歳、明治36年生まれの方の、伊勢音頭だったんですが、この方は新年会の時に集まった人の中で一番若い人で、僕はまあもともとその時に26ですけども、60代の初めじゃこれじゃなって思ったんですが、来る時勘定したらそれでももう100過ぎるんですね。102つなんですね、生きてますと。で、女の人の襦袢を引っ掛けて鉢巻きして、分解写真みたいな何とも駒落としの不思議な踊りを踊るのがあったら、ほとんどがその堪忍坊主の踊りだと思っていただいたらいいですね。ですから今皆さんが連想するんじゃ、カッポレの踊り、あれが大体向こう鉢巻きで踊ってる、あれが大体この手のもんです。